のロゴ食べログとは、価格コムグループが運営するグルメレビューサイトである。コンセプトは、ランキングと口コミで探せるグルメサイト。ユーザーの口コミとともに、全国のレストラン情報が掲載されている。2005年3月にサービスを開始。食べログは主に下記の機能に分類されている。食べログ日本全国の飲食店を中心に、基本的に無料で記載している。ユーザーは、 アカウント作成すると、レストランの口コミ情報や画像の投稿ができる。口コミは後から修正することもできる。口コミの採点は、料理、味、サービス、雰囲気、CP、酒、ドリンクの5つの項目で評価され、各点の細やかな傾向をわかりやすく伝えることを目指している。ユーザー登録してから一定回数以上の投稿を行った後でないと、 店舗への採点に反映されず、また極端に低い評価をつけることもできない。なお、店舗への総合採点が4点以上でかつ影響度の高いレビュアーが記載したレビューは、ピックアップ口コミとして、各店舗の口コミ一覧表示の一番上の行にて、目立つように表示される仕組みがある。食べログまとめ店舗を、任意のテーマに応じたリストにまとめて紹介できるサービス。都道府県、 市町村などのエリア別で紹介したり、ラーメンやカフェなどのジャンル別で紹介したり、と多岐にわたるまとめ方ができるのが特徴。レビュアーだけではなく、食べログ運営側が作成したまとめも多数存在している。また、食べログ運営側が決めたテーマに沿ったまとめを投稿すると、アマゾンリフト券が抽選でプレゼントされるキャンペーンを毎月開催している。 食べログレビュアー食べログでは口コミを投稿するユーザーをレビュアーと呼んでおり、レビュアー同士がレストランやお取り寄せ、コミュニティなどでコメントを投稿し、交流できることが特徴となっている。さらに、ランキングやエリア別、ジャンル別でユーザーの好みに合ったレビュアーを探すことができる。食べログレビュアーアワードでは投稿した口コミから、他のユーザーによってお店を数多く保存された。 レビューアーを表彰するようになった。ザ・テイブラグアワード2007年度から2014年度までは、食べログユーザーの口コミ、評価をもとに決定する年間レストランランキング、ベストレストランとして紹介され、ベストレストラン、ベストランチ、ベストラ,ストラーメン、ベストスイーツの4部門から評価される。2015年度より、ジャパンレスタラントワード2016、ジャパンラミーナワード2016、 ジャパンズ・ウィー・ツェワード2016の3部門に分類され、2016年度のお店の評価より、ザ・テイブラグ・アワード2017と名前を変え現在に至る。対象期間中に、食べログの総合点4.00を超えたお店がノミネートされ、ノミネート点の中から、食べログユーザーの投票により、ゴールド、シルバー、ブロンズ各賞いずれかを決定される。 ゴールドは、この国のどこにあったとしても、生涯通い続けたいお店。シルバーは、一生に一度は味わっておきたい、匠の技に出会えるお店。ブロンズは、レストランを語るなら、必ず抑えておくべき名店として分類されている。食べログ百名店2018年度より、毎年、ジャンルごとに、食べログの総合店上位100店舗を、食べログ百名店として表彰。ラーメン。 スイーツジャンルは、選出基準に達している店舗数が多いため、エリアを3つに分けて表彰している。選出対象ジャンルは、下記の通り。焼肉ピザお好み焼き、トンカツ、カレーハンバーガー、うなぎ、焼き鳥、うどん、そば、パンラーメンラーメンラーメンスイーツスイーツ、スイーツ食べログマガジン価格コムの編集部による取材を、元に構成した。 飲食店の紹介記事を掲載したもの。一般、レビューアーが一切関与して、食べログプレミアムクーポンプレミアム会員のみ利用、可能なサービス。最低でも20%以上の大幅割引クーポンが使用できる。ただし、1店舗につき1回しか使用できないので注意。食べログワンコインランチ月額500円で利用できる、定額制サービス。クーポンを提示することにより、 対象店舗の対象ランチメニューを500円にて食べることができる。なお、このサービスはプレミアム会員のサービス対象外となるため、プレミアム会員費とは別に月額利用費を支払う必要がある。投稿したコメントがすべて掲載されるわけではなく、以下の口コミはお店ページに表示されない。また、以下の場合等にはガイドライン違反であるとして、食べログ側が修正を依頼したり、 削除する場合があるとしている。店舗への口コミ採点は5点満点中3点を基準点としておりユーザーの口コミ採点により上下変動する。採点に関する厳密な計算式は食べログより公開されていないが単純平均ではなく過重平均であることを明らかにしているしかしながら店舗への口コミ採点がユーザーの口コミ採点の最低点よりも低い。 点数となっている場合もあり過重平均でも説明がつかないためユーザーの口コミ採点以外の方法で何らかの点数操作が行われている。店舗の点数算出は毎月第1火曜日と第3火曜日の原則月2回更新される。従ってレビューアーの採点が店舗の評価として反映されるまで口コミ投稿日から最長約2週間程度のタイムラグが発生する。 2012年3月1日、レビューのやらせ問題への対策として、点数算出アルゴリズムの大幅な見直しが行われた。評価点の偏りを検証したサイトにより、3.6付近の評価が異常に多く、3.8を超える評価は極端に少ないと、評価点の分布に偏りがあることが判明している。食べログコミュニティ掲示板を利用して、グルメに関する、 様々な情報を交換できるサービス。2018年3月31日をもってサービス終了。食べログを取り寄せ、食べログと同様にお取り寄せグルメの口コミを投稿することができる。2018年7月31日をもってサービス終了2012年1月4日、ユーザーが自由に投稿できることを悪用した業者による口コミを装ったやらせ評価が 行われていたことが発覚した。価格コムは悪質な業者に対しては、法的措置などで排除に力を入れるとしているが、やらせを完全に排除するのは困難であるとも述べている。1月5日、この問題を受けて消費者庁は、景品表示法に基づき調査を行ったが、やらせに関わった業者に対して、行政処分を課すのは、非常に難しいとの見解を示した。3月1日、 価格コムは、やらせ評価への対応策として、食べログへのレビューに際して、レビュアーの実在性の確認として、レビュアー任意での携帯電話番号での認証を行うこと、点数算出アルゴリズムの大幅な変更を行ったことを発表した。2013年5月8日、ユーザー投稿型の飲食店情報サイト、食べログに書き込まれた口コミで、客が激減したとして、 札幌市内の男性が運営会社を相手取り札幌地方裁判所に提訴した。この男性は2012年2月、自ら食べログに経営する飲食店の情報を掲載した。ところがそこに料理が出てくるのが遅い、美味しくないといった批判的な口コミを書き込まれてしまった。直後に店を訪れる客は激減、男性は食べログが原因と考え、 店情報そのものを含めて投稿を削除するよう価格コムに求めたが食べログが拒否したため店舗情報が掲載されたページに経済的価値があるため店舗名称を使用しているとして店舗情報の削除及び損害賠償220万円の支払いを求める訴訟に至った2014年9月4日札幌地裁は 本権店舗や本権サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから、傍用には当たらない。口コミは営業権の侵害に当たらず、原告の要求を認めれば、表現行為や情報が恣意的に制限されることになるとして、男性の請求を棄却した。店側が掲載を望まないにもかかわらず時点が、食べログに掲載されたことにより、訴訟に発展した例がある。 週刊文春2017年6月8日発売の6月15日号において、食べログ内での有名レビュアー、うどんが主食が特定の飲食店より過剰接待を受けているとの記事が掲載され、それを受けて、同年6月11日該当レビュアーは、食べログ内のすべてのレビューを削除もしくは非表示とした。なお、その後に、同人物の多くのレビューが修正を加えた上で、 再掲載された。レビュアーは、今回の騒動について、友人の店についてレビューしただけと釈明した上で、友人の店は誤解を招く恐れがあるので、今後一切レビューしないと述べた。食べログの点数、ランキング付与の基準として、前述の通り、ユーザー影響度と称する過重平均があり、レビュー数の多いレビュアーの影響が大きいため、 報道時点で1000件以上のレビュー数のあった街頭、レビューアーの点数に対する影響度は大きく、今回の報道となった。ツイッターにおいて飲食店関係者を名乗るアカウントにより、年会費を支払えば、評価を上げる、レビュー削除に応じるなどの営業電話がかかってきたというツイートがなされている。価格コムはこの疑惑を否定しているが、2019年10月9日に、公正取引委員会が、 飲食店情報サイトの実態調査を開始したことを明らかにした。飲食店情報サイトの具体名は明らかにされていないが食べログも対象であると見られている。ありがとうございます。